さあ続きやっていきますか。猫又探偵社。どうやらこのゲームセーブ機能がないらしく、まるで東宝のような感じですね。なんか敵が可愛くなったね。なんか巫女さんみたいな感じが出てきたけど、今3の1っすね。そもそもこのゲームがさ、最終的にどんくらいのステージなのかわかんないからさ、まあとりあえず敵をあんまり意識して倒さず進みましょう。お、なんだろう、豆腐みたいなやつができたけど、やっぱりさ、このゲームの敵ってさ、生物。おっと、星はいらない、泡もいらない、炎、ショットだね、ショットが欲しいね。あ、また可愛いキャラクターできるぞ。なんかいいね、このステージの敵は可愛いキャラクターが出てきてる。来た。お、拡散散らばる感じになったぞ。よし、こっちは豆腐。ほら、一度にたくさん。よし、ボムは何万しか。急ぐぞ。ピョーン。マンボウや。よし、やっぱ火力も許可されてるな。ほら、マンボウもなんか数発で倒れるようになってる。これはやり込み要素があるんじゃないの、これ。お、メイドさん、やべえなこいつ、ほうきでダメージ与えてくるなんて恐ろしいわ。なんかこのステージやっぱりちょっと人間型のキャラクターが出てるね。なんか猫の姿したやつ、あとは巫女さん、そしてこのメイドといい。おっと、なんとも巧妙な。爆弾はいらない。こっち、まあ矢印が刺してるし、こっち降りようか。わらわらわら、あ、くそ、あ、くそ、あ、薬薬薬薬、あ、マジか、くそ。お、ラッキー。なんかまたね、新しく猫又探偵社出ないかね。ちょっとね、個人的に出たらめちゃくちゃやりたいんだよね。グラフィックもまあちょっと進化してさ、でもストーリーもある程度なんかちょっと変わってるっていうかさ、それでまたやってみたいよね。ボムはいらない。なんかなんだかんだ言ってさ、敵全部倒そうとしてる自分がいるな。4は変わんないか。まあ取って損はないでしょう。どこ、し、急げせ、やばいよ、300来ちゃった。急げ、敵いるな。急げ、危ない、ボムは。ボムはいらないと。下にあったな。下にあったな。来
たまたね猫のバケンちゃん。やばいな、100分100来ちゃったね。あ、ボス、もうボスか。あー、このボスもなんか覚えてるぞ、お前覚えてるわ。おっとおっと、斬撃が、あちゃ、危ねえ。あ、もう壁ねえんだ、なんかのアンチエリアが。くそ、あ、やばいやばい、くそ、もう火力で押し切れ。あー、最後の一発、よし。3の3クリアですね。次どんなステージなんだろうね。世界観なんだよこれ。クリスマス？クリスマスっていうか、まあツリー、アニメっていう、なんかツリーがあって、今歩いてるこの地面がなんか、韓国を思わす、いや韓国じゃねえ、なんか中華系を思わすような、わけわかんない。しかもなんか色違いが現れたね、あの花の化け物のなんか出てきたけど、おっ、あぶらぶらぶら、おっと、爆弾は取っちゃいかん。てか思ったけど、音楽おかしいな。